さて、ではやっていきましょう。多分ここで3度目の将棋バトルになると思うんですけど、ひょっとしたら今回のパートでラストラビリンス実況最終回になるかもしれないですね。これが最終決戦になると思います。で、チャンスは一度きりなので、できれば最後ぐらいは勝ちたいですね。うん。まあ、どう出るどう出るどこにいるいるな、そこに。あれなんか、様子が変じゃないか。えどういうこと？おいスーパーセテル。目の裏側を掘る。何君がやったの？あれは何？寝てるだけ。いやいやいや、状況がわかんねえ。どういう状況これは？でもこうやって将棋バトル始めちゃってるってことは、あいつ生きてるんだろうな、多分。で、脅されてるからやっちゃってんのかな、前みたいに。どういうことでしょう、これは。まあ、とりあえず、やるか。これを、いや、これを前に出すか。今までやらなかった手でいこう。はい、これを前に出そう。でも今までのその統計上、先行だったら勝てる確率がなんか低いみたいな。勝ちの目がないみたいな。なんかすごく不利になるみたいな。そういう印象が強いんですけど。これどう動かそうか。とりあえずキリンさん前に出すか。いや、意味ないことだな。戻そう。戻して様子を見よう。これ最終回になるのかな？そういうひよこで取ってくるのかな。ゾウさん前に出すか。ゾウさんでひよこさん。いや、ゾウさんじゃない方がいいな。王将で、これを取って、で、そうしたらば、もしキリンさんを前に出してきたとしても、キリンさんも取れるな。いや、でもそれはゾウさんを前に出しても一緒か。王手かけられたな。でもまあ、なんか、勝てる気がしないので、このバトルは。僕に自信がないプラス敵の人工知能がなんか有能すぎるので、ゾウさん前に出そう。ゾウさん前に出す。そう来たか。そう来るか。キリンさん戻そう。一応粘るだけ粘ってみるけど、でも明らかに負けが見えてるな。これ積んだ？あ、これ積んだ？ひょっとして。逃げ場もないし置くもんもないし、取っても取られるな。これ積んだな。参りました。あいつは何をしてるの？ずっとあそこで。死んでないでしょ、さすがに。死んでんのかな？君が黒幕ってパターンじゃないよな。黒幕だったら、やられたり。何してんの？正気？いやいやいや、どういう状況でしょうかこれは。マジでわかんねえ。仮にあいつが死んでるんだったとしたら、君はこんなことしなくてもいいんでしょ？ってことはあいつ生きてるのかなとも思うけど、全然そんな気配もないし。で、前のエンディングを見た感じだと、この縛り付けられてる自分は、このカティアちゃんの、なんか、現実の姿みたいな。で、この世界は、その、入院してる、寝たきりだったカティアちゃんが見てる夢の世界みたいな。生きるか死ぬか、瀬戸際の状態で見てる、いわば臨死体験の時に見てる夢みたいな。その中の迷宮みたいな、そういう気配がしたんですが。ってことは、この目の前にいるこのカティアちゃんに打ち勝たないとダメみたいな、なんかそういうストーリー性も感じはしたんですけど、そうとってもだけどなあ、うまく打てん。将棋一生できる気がしねえ。無理だ。無理だ。もう諦めムード。完全に諦めムード。高校は勝率高いといえども、このざまじゃあな。ゾウ置いて、ゾウ、どうしようか。もういっか、ここで。ここ置いて。おい、ゾウ取られるだけじゃん、これ。俺、取られるだけじゃん。あ、もう負けた。もう。敵が2つ持ったらもうダメだ。逃げ切られる。ほらもう。敵の方が圧倒的に戦力高いもん、もう。もう。これ負けたな。これ負けたわ。もう適当に突っ込もう。で、これ負けちゃったら、次、こっちが先行でしょ。じゃあもう3敗になるから。ってことはもうこれ決着がついたっていうことだな。決着ついたっていうことになるな。ん？それはどういうこと？これどういうこと？ちょっと待って。このルールは知らない。向こうの陣地に王をたどり着かせたら、それはそれで。あ、ごめんね。なんかすごい。すごい、ヒヤヒヤしている、ハラハラしているところ申し訳ないけど。敵の陣地にトライしたらもうそれはそれでゴールなんだ。それはそれで勝負つくんだ。それ知らんかった。まあそれを知っていたところで多分僕に勝ちの目はなかったと思いますけど。だからちゃんと箱に入ってなくない今の。あ、でもこれもう、こっちが先行なら、うん、勝率 0% なので、もう勝負つきましたね。多分これ3発目で弾が出るような気がする、あの拳銃は。そう、うまいこと弾を込めているような気がするので。ああ、最後くらい勝ちたかったな。結局1回しか勝ってないじゃない。3戦やって。うん、これまでに。これはもうね、下手に時間食っても、自利品なので、考えずに動かしましょう。はい。負けました。参りました。うん、もうこれ勝てないようにできてるんじゃないのかな。こっちが先行になった場合。そんな気がする。単純に僕が下手くそっていうのもありますけど。受け止めるよ。目はそらさない。あれ空砲だ。あれてっきりもう次で発砲かと思ったら空砲だった。んつかさこんなことしなくて、仮にあいつに息の根があるんだったらあいつに向かって撃てばいいのにそうすればいいのに。どういうことでしょう。あれ4戦目まで行く。これ勝つまで続くの、ひょっとして最後は。ひよこをここに置いて動きを止める。王の動きを止める。ダメだ、そうだ、そうなるわ。ああ、もういらんことした。ああ、せっかく有利だったのに。はいはい、バカバカバカ。バカバカバカ、これはもうバカだ。もう、将棋無理。将棋無理じゃ。勝てんわ、もう。なんでそんな優秀なの、ちょっと。ちょっと。負けた。負けた。もう敵の方が圧倒的に有利、これ。でも、あとはもう、知能の差で埋められるわ。埋められるというか、向こうの方が秀でてるから。これ負けた。負けを認めよう、もう。もうやだ。もう死にます。自殺。さしてくれ。ああ。なんかもう君のことが嫌いになりそうだよおっちゃん。さすがにもうそろそろ発射されるんじゃないの。これ4発目ですよね、うん、でシリンダーは6発あるように見えるのでどうですか。5番勝負だったらね、もうとっくに決着はついてるけど。はい、ちゃんと銃口合わせて。うおー将棋苦手だで、これはどういったエンドにつながるんでしょう。崖の上に行っちゃうかな。あ、これにつながるのか。ん？なんか変な声が聞こえる。あれ？あれ？あれ？私がそこに、もしかして入れ替わってる？これまた別の世界線か。こんだけ泣いちゃってるってことは、ちょっと鏡を見して、鏡持ってきて。うわ、忌まわしい動物将棋忌まわしい動物将棋があるぞ、あそこに。これはどういう関係性なんだろう。これは前のあのエンドとは違って、親なのかな？血縁なのかな？この自分は。うん、何え、怖え。うわすげえなあいやいやすげえ。言葉にならないな。なるほどな。これはこれでまた、一つのエンドか。眩しい。すげえ眩しい。はあ、まあ、とりあえずこれで一通りのルートというか、部屋は巡ったっていう感じになるのかな。一応またスキップせずに、もうシリーズを締める挨拶はしますが、うん、そのエンディングが来ると思うんで、そのエンディング抜けた後にまた違う部屋に現れたら、まだシリーズは続行っていうことになりますけど、まあとりあえず、ここでカットしていなければ、このシーンをカットしていなければ、もうこのシリーズはここで完結になりますね。いやいやいや、ラストラビリンス。2度目の、2度目のこのシーンですけど、多分 BGM を前回同様差し替えてるとは思いますが、このね、いろんなエンディングを回収していくうちに、ものすごく考えさせられるというか、単純にこの、迷宮、この館から脱出するっていうのが、それだけが目的っていう感じではないというか、今カティアって書いてた、それだけじゃなくて、この館は一体何なのかとか、あのカティアちゃんっていう少女は一体何者なのかとか、その辺もいろいろと考えさせられるような、そのエンドによっても、その考え方っていうの変わるし、めちゃくちゃ深いなーっていう感じはしましたね。でこれも前も言ったんですけど、何よりこの雰囲気がかなり、僕好みだなっていう感じがありますね。やっぱりこのゴシックな感じというか、ゴシックで重々しくて不穏で、猟奇的で、それでいてどこかしらアーティスティックなこの世界観ね、かなりね、いい雰囲気だと、僕は好きな雰囲気ですね。で、ところどころやっぱり怖いというか恐ろしい表現もあったりはするんですけど、でもその恐ろしさっていうのもホラーのそれとはまた違うというか、そういう感じ、まあホラーっぽいやつもあったりしましたけど、でも極限状態の人間みたいな、だからソーみたいなね、映画のソーみたいな、あれに近いような、人間の極限状態のその怖さみたいな、感じはあったな。こんな部屋もあったな。まあでも一番難しかった、一番頭使ったのはあの天秤かな。あれ一番しんどかったな。でその次があれだな、あの宝探しの部屋。この部屋ね、この部屋。この部屋がその次にしんどかったかな。ここはもうシンプルに時間かかったな。解決の糸口があんまりなかなか見つからなかったな。でトラップで一番怖かったのはもうダントツであのギロチンだなあれのリアリティはすごい。まあどのトラップもやっぱり VR なので、リアリティはすごい。で動物将棋、なんかああいうゲームがあるみたいですね。動物将棋っていうゲームはゲームであるみたい。なんかコメントだっけ、リプだったっけ、何かで教えてもらったんですけど、動物将棋だみたいな。あれ動物将棋っていうゲーム自体がそもそもあるみたいですね。あの仮面は、あの男は一体何だったんだろうな。でもやっぱいろんな部屋を一通り見てきたので、ここで現れるムービーというか、このモニターに映るシーンもバリエーション豊かになってるような気がする。で結局あの病院エンド、今2つ回収しましたけど、まだ回収できてないやつもありますけど、回収できてないのはもう皆さんおのおのやってくださいみたいな感じなんですけどね。もう全部のエンドをね、さすがに実況で回収するっていうのは、うん、ナンセンスかなと。さて、これでどう出るんだろう。どこに出るんでしょうか、これで。ここか。うん。あれあれ、お着替えがあそこにありますね。ここに出るのか。うん。ってことはもう、あとは、将棋バトルに勝つとか、なんかそういう分岐。こっちの将棋バトルに勝つとか、こっちの将棋バトルに勝つ、こっちの将棋バトルに勝つみたいな。それによってエンドが変わるみたいな感じなんでしょうかね。わかんねえ。本当にわかんねえ。うん。っていう感じなのかな。まあその辺はもう実況外で気が向いたらやろうかなと思います。うん、歯抜けてるあの拳銃がちょっと気になるな。うん。まあこれでとりあえず全てのルートは辿ったということになるので、実況の中で。うん、これにて長くなりましたが、長くなってはないか。体感的にね、すごい長かったような。うん、いろいろそのシンキングタイムとかカットしているところが多かったので、なんだかんだパート数はそんなにいってないと思うんですけど、プレイ時間で言うともう6、7時間ぐらいいってるのかな。うん。まあいろいろと、言いたいことは山のようにあるんですが、うん。まあ長いことダラダラ喋ってもあれなので、この辺りで終わろうと思います。ラストラビリンス実況、今回をもちまして完結とさせていただきます。ありがとうございました。